連続殺人か。町金融スカイファイナンスを営む男、秋山俊。他の店で融資を断られたような訳ありの客にも金を貸すことから、カムロ町の駆け込み寺と呼ばれている。あ、秋山さん。その日、秋山は集金のために訪れた東上会系の三次団体金村工業の事務所で、東上会の親戚団体上野清和会がカムロ町に来ていることを知る。ええ。で、さっきの話の続きは？え？どうして上野清和会の連中が金村工業の島で飲んじゃダメかって話だよ。てめえ、何もんだこれ！なんだよこれ。話と違うじゃねえか。くっそー。あいつ。秋山さん、申し訳ありませんが、ここからは俺たちの仕事です。このままおとなしく帰るってなら、この一件はなかったことにする。こっちは上の世話のメンツがかかってんだ。杯によって保たれていた平穏は、一発の銃声によって破られてしまった。それよりもあいつらを。そう。新井さん。突如、極道組織の抗争に巻き込まれた秋山。動くなと言ってるだろう。いや、おい、違うって。いや、俺じゃないんだって。よかったな、目撃者がいて。これ以上金村工業みたいなクズとは付き合うな。駆け込み寺だかなんだか知らねえが、てめえみてえに誰かで構わず金を貸すバカがいると、バカから金借りたバカが調子乗って暴れんだ。そんな彼の前に一人の女が現れる。すみません、現金で1億円、10日以内に私に融資していただけませんでしょうか。テストに合格しなければ融資することはできません。秋山から金を借りるには一つだけ条件があった。それは秋山が出すテストを受け合格すること。それでもテストの方を受けてみますか。かつて身に覚えのない罪を着せられ、エリート銀行員からホームレスに転落した秋山。だが、そんな秋山の運命を空から降ってきた金が変えた。以来、自分が金を貸すことで借りた者の人生がどのように変わっていくのか、秋山さん、その行く末を見届けることが秋山が金を貸す動機になっていた。やっぱり俺の目に狂いはなかったか。一方、抗争の引き金となった新井をめぐり、事態はさらに泥沼の様相を呈していく。葛城さん、どうすれば納得してもらえるんですか。うちの井原を殺した犯人、新井博明の首。それが無理なら、あの真島さんが今やっている例の事業の経営権をいただきたい。カムロ町ヒルズの経営権が欲しいと。はい。そんな中、秋山はミステリアスな魅力を持ったリリに徐々に惹かれていく。君、本当は何者なの？あなたはさっきお金を返さなくていいから教えてほしいって言ってましたよね。ああ、そう言った。じゃあお金は
必ず返します。だから教えたくないってことか。謎を秘めたまま秋山の前から姿を消したリリー。その直後、彼女を追って搭乗会の大幹部までもが表舞台に現れ出す。リリーに一体何の用です？教えてください、真島さん。リリーは一体何者なんですか？なぜあんたたちに追われなきゃならないんですか？安子ちゃんは俺が守らなあかんねや。安子、それがリリーの本名ですか？なんであなたが守る必要があるんですか？それが俺の償いやからや。25年前のあの日のな。償い？リリが秋山から借りた1億、それは25年前に起きたある事件に関係していた。例のあれ持ってきたんやろな。ああ。相手は上野義治と、その場にいる清和会の連中全員。元搭乗会系笹井組若衆、冴島大我。25年前、敵対していた上野清和会の総長、上野義治らを単独で襲撃。組員18人を殺害し、死刑判決を受ける。助けて。そして時は流れ、2010年、沖縄第二刑務所へ移送される。お前にお客さんだ。そこで冴島は一人の男と出会う。元搭乗会若頭補佐、直系浜崎組組長、浜崎剛。25年前のあの事件、あの日あんたはもう一人の兄弟分と一緒に上野を襲うはずだった。でも奴は来なかった。実はあれはな、最初から計画されていたことだったんだよ。敵だらけの塀の中で芽生えた友情。冴島は25年前の真実を知るため、浜崎と共に脱獄することを決意する。あんただが、その絆はもろくも断ち切られてしまう。冴島、こっから無事でやるべきことがあったら二人で組んでやり直そうぜ。マサキ、だからお前はこっから浜崎、何すんだ、離せ。浜崎、くそ。次に冴島が目を覚ましたのは、俺が経営する児童養護施設朝顔だった。断る。なんで？あんたがどんな経緯で無所に入ったのかは知らない。だが俺に復讐の手伝いはできない。何としてもカムロ町に向かおうとする冴島だが、憎しみや恨みによる復讐の後には悲しい結末が待っていることを知っている俺は、黙って冴島を行かせるわけにはいかなかった。やるやないかい。
あんたもな。絶対にこの恩は忘れへん。またいつか必ず会おう。そう伝えといてくれ。わかった。ほらな。25年ぶりに帰ってきた町は何もかもが見知らぬ世界に変わっていた。そしてついに25年間待ち続けた男との再会の時が訪れる。待たせたな、兄弟。真島。25年間くすぶり続けた思いをぶつけ合う男たち。望むところへ行くで。兄弟。決着がつき、25年前の真相を語る真島。運命に翻弄された悲しい男の生き様がそこにあった。これは関係ないわ。もうこの目とも25年の付き合いやからな。お前があの日こんかったんはその目に関係してんのか。親父の命令であんたをここに監禁してるわけだが、殺すなとしか言われてねえ。多分こうして冴島の真実をめぐる戦いは結末を迎えた。だが事件はまだ終わっていなかった。25年前運命を狂わされた者たちの戦いは今なお続いていたのだった。柴田や柴田和夫。おそらく奴が些細のおじきやお前、それに俺をはめた張本人や。答えろよ。なんでお前あの日スカイファイナンスの前の現場にいたんだ。もういいっすか、時間ないんで。時間だ。谷村正義、警視庁神室署生活安全課の刑事。おう、景気はどうや。賭け事に目がなく、またですか、犯罪者から口止め代わりに賄賂をもらうやり口からついたあだ名が神室町のダニ。いつも悪いな。ところでこの女見かけたら。だが俺に連絡。そんな不良刑事の谷村にも信念があった。これ、それは25年前に殉職した父の死の真相を明らかにすること。あの、何かお客さんが用事があるって。25年前の事件の関係者冴島康子と出会う谷村。25年も経ってるのに変わらない人もいるんだ。どうして柴田組の関係者ばかりを狙ったんだ。そこで谷村は柴田組、そして上野清和会が関係するある陰謀の存在を知ることになる。警察だ、銃を捨てろ。おい、25年前上野義晴の襲撃事件を仕組んだのはあんたなのか。あの事件にはどんな裏があるんだ。おい、桂木、貴様。25年前の事件、18人殺した真犯人俺なんだよ。何。25年前の上野義晴襲撃事件。お前何。
それは上野清和会の葛城が己の出世のために柴田と手を組んで仕掛けた自作自演の出来事だった。冴島はそのために利用された駒に過ぎなかった。だがことは単なる極道同士の抗争にとどまらなかった。兄弟、終わったのか。谷村の父と共に事件を担当していた刑事杉内、その正体は警察を内偵するために送り込まれた極道だった。あとは頼んだぜ。杉内は真相に近づきつつあった谷村の父を口封じのため殺害。そして今再び同じく真相にたどり着いた谷村をその毒牙にかけようとしていた。俺の正体知ったとこで結局何にもできやしなんだ。じゃあな。俺は撃てるぜ谷村。法律がどうこうって問題じゃねえ。要はこれが俺の警察官としての正義だ。警察官としての誇りをかけた戦いに敗れた杉内は谷村に25年前の顛末を明かす。さあ教えろ。あんたがヤクザ？そうだ。じゃあ25年前の上野義晴襲撃事件の真犯人が葛城だということを俺の親父が知ってしまったから、あんたは親父を殺したのか？そんな簡単な話じゃねえ。そんな簡単な話じゃねえんだよ。以上が冴島大河による上野義晴襲撃事件の顛末です。なるほど、ご苦労だったな。いえ、これが自分の仕事ですから。ほう、嘘の報告書を書くことがかねえ。杉内を背後で操っていた黒幕、警視庁副総監宗像清志郎。25年前から続く一連の事件、それは宗像が書いた壮大な絵図の一端に過ぎなかった。杉内君、一つ君に頼みがある。頼み？私に葛城勲を引き合わせなさい。そうすれば今回のこの事件、君の報告書通りの結末にするが、どうだね？沖縄の土地買収、米軍基地拡大に関連した事件から1年、俺は児童養護施設朝顔で元通り子供たちと穏やかな日々を過ごしていた。だが運命は再び俺を戦いへと誘う。どうしたんだ、ハルカ。よう、久しぶりだな。これを見てくれ。俺らがいなくなっちまった登場会で今とんでもねえことが起こってるんだ。俺たちが命かけてきた登場会がなくなっちまうんだ。登場会の危機、そして俺やハルカの運命を変えたあのミレニアムタワー爆破事件の黒幕の存在。俺はな、キリュウ、あんたにもう一度あの街の頂点に立ってもらいてんだよ。かつて俺を刺した男浜崎の必死の思いを受け取った俺は
再びカムロ町へ赴くことを決意する。キリュウさん、一見普通だが、どうやらいつものカムロ町って感じじゃないな。あんまり悠長にしている暇はなさそうだ。すぐにあんたのお兄さんを探そう。ええ。懐かしい顔ぶれとの再会を喜ぶ間もなく、事態は急変する。真島の兄さん、何があったんだ。うまいことはめられてしもうた。これでしばらく身動きが取れへん。誰にやられた。大吾や。何だって。堂島大吾や。大吾が。急ぎや、九龍ちゃん。全部の事件はつながっとる。25年前のやつも、100億の事件も、安子ちゃんのやつもや。数日前の上野清和会との抗争、それに5年前の100億事件、全てがあなた方によって仕組まれていたことだったとは、未だに信じられません。極道組織というのは社会の必要悪だと思っているんですよ。ついに動き始めた宗像。あなたさえよければ、上野清和会は責任を持って潰します。公の力を使って綺麗にね。その条件が荒いというわけですか。ええ。この荒いを新たに若頭に昇進させて、我々との窓口にしてほしい。だが俺も新たな仲間を得て、宗像の野望に立ち向かう。起動、撃て。裏切りの連続。そこに極道の神器は存在しなかった。さすが俺の兄弟分だ。よくやったな、起動。安子？安子！返事してくれや！おい！ごめん。お兄ちゃん。25年の時を経て再会を果たした兄と妹。安子！だがその時は長くは続かなかった。それぞれの思いを胸に秘め、4人の男たちが立ち上がる。新井。来ると思ってましたよ。大吾。気がついた。木戸。すいません、兄貴。そして宗像。事件の関係者が1000億の金を狙い一堂に会する。金が。多くの人々の思いを受け継いで戦う俺たちを止めることは誰にもできなかった。
キリア！なんだあれは。これは。これであんたはおしまいだ。計画が失敗したことを悟った宗像は、自らの手で全ての幕を引く道を選ぶ。この登場会は俺たちの生きた証だ。ああ、力になってやってくれ。直系冴島組としてな。戦いが終わり、男たちは新たな一歩を踏み出す。よし、行こう。そして伝説は受け継がれ、新たな1ページが刻まれる。死んでいった者たちの思いと共に。